見る超絶地獄に挑戦するよ。何度目の挑戦だ。覚えていないくらいの回数です。やり込んだわけか。リフレクターが停止したり飛んじゃったりしてさ、疲れるのなんのって。攻略の糸口ぐらいは見つけたよな。山竹に英雄の守りを継承させたよ。あとは芝ドラにジーニャを継承しています。さて暗闇が無効になったので、まずはダークレディを倒すよ。他の2体はどうするんだ。玉ドラだけ気をつけてあとは毎ターン回復してターン稼ぎだよ。大丈夫なんだろうな。どちらも1ずつしか削れないから玉ドラ優先に削っていくよ。でも盤面はあまりよろしくないので、早々のスキルで火ドロップを作りつつ威嚇をするよ。火ドロップ多すぎやしないか。一応2体攻撃を織り交ぜつついつでも倒せるようにしておくよ。おいこのままだと玉ドラやっちまうぞ。それならそれでよし。回復していないようだが、次にやるから大丈夫だよ。なんかスキル試しようと思ってたんだけどさ。なんだ。思ってたほど貯められないね。それなら他のフロアで貯めればいいじゃねえか。もちろん貯められる場面では貯めていくよ。しかし体力少ないな。芝ドラの弱点の一つだね。ちなみに絶地獄級をソロで挑戦した時ラストワンパンされたよ。だから芝ドラだとマルチで超絶挑戦なんだな。ちなみにラードラもソロでは体力が少なすぎてボスにワンパンされました。5ターンいくらか以上の攻撃無効は厳しいよな。だからワンパンできない。いい感じにターンも経過してきているね。継承スキルってほんとめんどくさいよな。それは言わない約束よ、トッツアン。誰がおトッツアンだ。だって沈んだ気持ちで愚痴をこぼすなんて。やっぱりおトッツアンだよ。うかつに発言できんなこいつの前だと。もうそろそろ次に行こうか。この8さんは厄介なので、アレスを使ってワンパンするよ。貯めていたスキルの意味は、厄介な相手は倒せる時に倒すものだよ。まだ貯められる場所があるということか。ボス以外なんとか貯め直せるよ。ここでは列を意識しつつ指定コンボ以上を狙うよ。それをするにはちょっと火ドロップ多すぎやしないか。落としと待ちは作ったからこれでなんとか。盤面で5コンボ行ってたから突破できるね。珍しくパズルができていたな。さて次のフロアも厄介です。今火ドロップが残ってるからいいけどもし、やられちゃったよ。お邪魔嫌だよな。後半にまた溜まると信じてウルドしよう。敵を一掃するよ。ちょっと待て、根性持ちが。もう我慢できない。せめて芝ドラに継承していたスキル使っちまえよ。あ、忘れてた。カウンターが来るぜ。やってしまったものはしょうがない。左だけでも倒しておくよ。何のためにスキル継承させてるのかわからんな。別のダンジョンで使用するためだよ。外しておくわけにはいかないのか。弾がもったいなくて。そうか。ダンジョンで入手してもボックスが圧迫されて、あんまり頻繁に取り外しができないんだ。面倒なことだな。モンポで購入したらとんでもないことになるからね。2個で P が買えるもんな。何はともあれ突破。できなかったね。舐めすぎだろ。次こそは倒すよ。当たり前だ。スキルは使うわもたもたするわ。無駄ばかりしやがって。落ち着こうマリサ。これが落ち着けるか。使わないスキルを継承したまんまにしておいて。どうするんだよ。最終的に使えれば問題ないので。ここは温かく見守ってよ。大丈夫なんだよな。最大の努力はいたします。ここもスキルためなので倍速号。今さらジーニャ使っても意味ないぜ。最終的に芝ドラのスキルが溜まるのがこのタイミングなんだ。ギリギリだけどうまくいくと思うよ。でも時間を使うのはあまり感心しないな。ステージが多い上に敵が強いんだから許してよ。覚醒パンドラでソロ攻略はしないのか。したい時にフレンドが出していなかったりしていて、結局耐久戦になるから時間的にはさほど変わらないよ。ちゃんと考えてるんだよな。私の頭で思いつく限りは考えていますよ。さて倍速終了。こいつらのために赤おでん連れてきたと言っても過言じゃないね。面倒くさい話だよな。できるだけ盤面整理しておきますか。何を残すんだ。回復をできるだけ。また耐久するからその時倍速するよ。あまり長いと退屈だもんな。では再び倍速号。
ただいま6倍速でお送りしております。一体どれだけスキルためをしているんだよ。もちろん納得のいくまで。お前なぁ。あまり長い時間モニターを見ていると疲れちゃうでしょ。早送りの画面見ているのも辛いと思うんだが。意見の相違だね。長時間ダラダラと画面見るよりかは建設的かと思うわけですよ私は。倍速カット。切り替え早いなおい。さてここではちょっと耐久したら一気に倒しにかかります。やばくなったら、その時は一気にとどめさしちゃうよ。大丈夫なのか。準備は整っております。早送りしないのか。今はまだしませんよ。ということはまたやるんだな。持久戦があるんだからやむを得ないかと。できれば見ていて楽しい動画を期待してるんだが。長いお話が必ずしもいい話とは限らないのでは。まあお前の攻略をじっくり見せてもらうとするか。盤面はいいね。ちょっと早いけど山竹をしよう。続いてアレスで盤面変化。これだけあれば倒せるでしょう。日の2列と数コンボで、とにかくこの場をしのぎますか。大丈夫なんだよなおい。私に言えることは一つ。できることしかできないってことだけだね。向上心を少しは持て。だからこうして挑戦してるんじゃない。次の難問は時間がかかるから倍速するね。では倍速号。敵は5ターンの間50万以上のダメージを無効化するから。その間は山竹に継承させた英雄の守りで耐久だよ。我慢比べだな。できるだけ回復優先にして防御に徹するよ。向こうの間は高い攻撃力が活かせないしな。相手のダメージ無効が切れたのと同時に、こちらの準備が整い次第反撃をするよ。どのくらい時間がかかるんだ。敵の体力はともかくこちらの体力ギリギリまで攻めるよ。さてそろそろ倍速終了。時を戻れ。この盤面では攻撃力に乏しいので、雪村で半分削っちゃいましょう。大丈夫なんだよな。二人もバインドされてるから減らしすぎはないと思うよ。日の2列と数コンボだけ入れて、うまくいくさ、投げやりだなおい。だって二人もバインドされてちゃワンパンは当然無理。ここは半分減れば御の字だよ。コンボ吸収か。どうするんだ。ここは無理せず耐久だね。本当に大丈夫なんだよな。下手に減らした方がよっぽど危険だよ。ここまで来たんだしじっくり腰を据えて、確かに体力は満タンだが、焦ると負けちゃうよ。いつものお前じゃないか。とりあえずワンコンボさえすれば問題ないよ。ギリギリだけどな。もうどうあがいても回復しきれないから次が勝負どころだね。二人もバインドされてるのにどうする気だ。次のターンバインドの影響のためパスします。そしてシバドラを使ってスキルを使用かにしてからどう攻めるかで決着がつくね。あれだけもたつけばたまるよな。もたついていません。あくまでスキルためです。ウルド仕様。アレスで行くか早々で行くか悩むところだね。早々なら確実だと思うけど、アレスの花火でも行けそうな気がする。勝敗の分かれ目だな。面倒なのでアレス仕様。混ぜれば落ちコンクルでしょ。来ないみたいだな。負けたな。ここまで来たんだしコンテするよ。再チャレンジは。とりあえず記録を取っておいてまたチャレンジだよ。やめるべきか悩んでるな。ではコンティニュー。通信に時間がかかるな。サーバーでも混んでるんじゃないの。盤面にヒドロップがあってよかったよ。ミスるなよ。赤を電下の闇から組んでいきますか。まあコンボ数で倒しにかかった方がいい場面だよな。列を組んでコンボも重ねるよ。大丈夫なのか。これなら確実だよ。いけー。確実にいったなこれは。クリアしたけど腑に落ちない。ワンコンしちまったらな。やっぱりあそこで早々使っておけばよかった。過ぎたことはもうどうにもならないぜ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。ああどうしてこんなことに。機会があればまた挑戦だな。